EF65 系電気機関車は日本国有鉄道が1965年に開発した平坦路線向け直流用電気機関車である EF65118 スーパーエクスプレスレインボー塗装車運転席 EF60 型に続く平坦線区向け国鉄直流電気機関車の標準形式として1979年までに 国鉄電気機関車史上最多である308両が、川崎車両川崎重工業兵庫工場、川崎電気製造、東京芝浦電気府中工場、汽車製造会社大阪製作所、東洋電気製造、日本車両製造本店、それに富士電機の各社によって製造された。高速道路ネットワークが構成されていなかった。開発当時、日本の著しい経済成長の中、 国鉄に求められる輸送力の増強はかなり逼迫していた。これを補うため、電化工事の促進、主要区間の伏線化、列車運転速度の向上、一列車あたりの輸送量の増強、物流システムの効率化を早急に進める必要があった。電化工事が山陽本線まで及び、 コンテナによる輸送方法が確立されると思い列車を安定した高い運転速度で長距離運転できる機関車が必要となった。当時の主要管専用最新型電気機関車であった EF60 型は原因力はあったが、定格速度は旧型機関車と大差のない時速 39.0km と比較的低い設定であり、旅客列車と 貨物列車の高速化に応じるには何があったこのような経緯から EF60K3 次車を基本として、その波数比を16,71から18,69へ変更、さらに新設計のバーニア付き電動カム軸式制御機を搭載することで、高速走行性能と牽引力の両立を図ったのが本形式である。通常、 新型電気機関車の開発、導入時は試作車を作り各種性能試験を長期間にわたって実施し、そこで得られたデータをもとに、不具画点を解消した上で量産車を改めて設計するか、あるいは1.2号機を先行落成させ試作車と同様に長期テストを行って、新規設計部分の信頼性を確認するのが一般的であるが、 本形式については制御機以外の主要部分の設計が e f 6 0系3次車とほぼ共通であったこともあり、1号機からそのまま量産が開始された。この EF65 型については基本的に貨物列車用として計画されたが、その高速走行性能から一般系のほか、計画速度の低さが問題となっていた e f 6 0系5 0 0番台を置き換えるべく20。 軽客車を牽引するために必要な装置、機器を搭載して、ブルートレイン牽引用とした500番台、P 型を基本に、重量貨物列車を高速で牽引するための、重連装括制御用機器、装置を搭載した500番台、開花たちを基本に、貫通扉をつけたい接体感装備を強化するなどの改良を加えた1000番台と、3つの派生モデルが、設計、製作され、 新大列車牽引にも長年にわたり多用された。2006年3月の出雲廃止をもって、新大特急での運用は消滅し、さらに2008年3月の急行銀河廃止で定期旅客列車を牽引する運用はすべて終了した。2015年1月時点では主に貨物列車の牽引に充当されているが、老朽化の進行で後継の EF210 型への 置き換えによる淘汰が進んでいる。車体外間不通行による箱型車体を採用し、運転整備重量は96トンであるが、車体の中両内に5トン、車体内に3.4トンの調整荷重を搭載する。屋根は最高窓を備えた4分割式で取り外し可能とし、検査時には内部機器を取り外しやすくするとともにモニターを兼ねた構造とした。 EF60 系の設計を踏襲し、軸配置ボボボで、先、重輪のない二軸、ボギー愛車三台にそれぞれ主電動機を二台ずつ操加する抵抗制御方式の直流電気機関車である。本形式は EF52 系以降の国鉄製式の直流電気機関車で長らく使用されてきた単位スイッチによる手動診断式抵抗制御機に変え、 自動診断式の CS25 抵抗バーニア制御器を導入し、操作性の向上を図るとともに、歯車比を変更して高速仕様にシフトし、CS26 回時制御器を併用して、従来よりも広い範囲で弱め回時制御を行う、ことで、運転速度の引き上げを図った。なお制御器については、当初採用された CS25 の自動診断機構において、 主回路切り替えに用いるカムスイッチのカム軸を駆動するパイロットモーターをコストダウンのために主回路とバーニアで共用したことが原因でトラブルが多発した。そこで量産中に基本構成を変えずに蓄次改良が重ねられ CS25A となったがそれでも問題は解決しなかった。そのため昭和40年度予算での発注の途中でこれら CS25 形成魚機の継続採用が断念され、主回路とバーニアのカム軸駆動系を分離した新設計の CS29 に変更された。また、故障が頻発し続けていた CS25、CS25A についても、高速貨物列車の重連運用等で特に深刻な不具合が多発した500番台から優先的に主制魚機の大改造を実施し、 パイロットモーターを追加して、バーニア用、カム軸の駆動系を独立させた、CS25 バイト CS25 シートする、つまり、実質的に CS29 相当へ改造する工事が順次、施行された。この自動診断機構の採用により、本形式の運転台に搭載された主管制御機は簡素化され、その刻みの値は、 EF60 系の28ノッチから15ノッチと大幅に減少した。これに伴い、運転席の主管制御機を従来タイプから電車類似のものへ変更することも検討されたが、従来の機関車との共通運用や取り扱いの互換性も考慮して従来タイプの主管制御機が踏襲された。主電動機は設計当時の国鉄電気機関車で、 標準的に採用されていた直流直膜規制粒子、電動機の MT52 を6機釣り掛け式で搭載する。想定角出力は 2550kW である。台車形式は、両端台車が DT115 バイト、中間台車が DT116C で、波数比変更に伴うサフィックス変更はあったものの基本的には、 e f 6 0系二次車以降と共通設計の揺れ、枕リンク式である。これらの台車は、揺れ枕の心皿を低い位置とし、牽引力の作用点を低く抑えることで列車、引き出し時の軸重移動と、それに伴う空転の発生を最小限に抑止する構造である。軸箱指示は、側枠から垂直に下ろされたピンと軸箱の、円筒ゴムが収動することで前後左右方向を、 男性指示し、上下荷重は、軸受け直上に位置する二組のコイルバネが負担する。空転時の対策としては、各車軸に取り付けられた、車軸発電機の発生電圧により、回転数を随時計測、回転異常時には、診断を中止し、自動ノッチ戻しを行う機構が採用されている。制御用電源として、メガヘルツ8 1バイト、DM44 バイトに、 小交流式電動発電機を搭載する。交流6 0ルツ極場の容量を備え、交流2 4ト交流5 0ト交流1 0 0トのほか整流機を介して直流1 0 0トを供給する。空気ブレーキなどで使用される圧縮空気を供給する。電動空気圧縮機は、メガヘルツ9 2ト c 3 0 0 0を1機搭載する。電動機などの冷却に使用する。 電動送風機は MHz91AFK34A を2機搭載する。内訳は第1から4電動機用が1機、第5、第6電動機、ブレーキ抵抗技用が1機である。これらにより運転操作、高速運転時の安定性能は飛躍的に向上し、現場でも優秀な機関車として受け入れられたが、試作による性能評価を行っていないため、 前述の通り主制御機の CS29 への切り替えまでは当時最新技術であった自動診断機構にトラブルが相次いだと言われている。本形式は用途により多数の使用区分があり、個別の使用については次節に記述する。EF6500 貨物列車検引用として1965年から1970年に135両が製造された。 機関通式の運転台にシールドビーム2頭を備える。国鉄時代の塗色は、車体側を15号前面下部が、クリーム1号の国鉄型直流電機機関車の標準塗色である。一時車 EF651 昭和39年度第一次債務で、1から47号機が製造された。中央線電化、増発。山陽本線貨物列車電化、増発。 東海道本線などの増発用である。そのため、1から16号機は、水田第二機関区、17から35.4647号機は、稲沢第二機関区、36から45号機は、新鶴見機関区に配置された。e f 6 0計3自社との外観上の相違点は、屋上モニタ屋根の形状の変更や、 カバー付け開き LA15 の採用等に止まり、大きく変更されていない。試作機で十分な性能確認を行わないまま、量産を開始したため、前述のように、申請直後から CS25 抵抗バーニア制御機の故障が相次いだ。二次車、昭和39年度第三次債務で48から57号機が製造された。中央宣伝化、増発用である。 48から50号機は、吹田第二機関区、51.52号機は、稲沢第二機関区、53から57号機は、新鶴見機関区に配置された。加えて、昭和40年度第一次民流で58から72号機が、製造された。中央線電化及び、山陽本線貨物列車電化、増発用である。八点五九号機は新鶴見機関区、 60から64号機は東京機関区、65から70号機は稲沢第二機関区、71.72号機は水田第二機関区に配置された。抵抗バーニア制御機を CS25 から CS25A に変更している。ほか、スカート上部にあった通風口が微頭上部に移動している。三次車、昭和40年度、 第2次債務で73から76号機が製造された。宇野線完全無塩化用、東北本線等の増強用である。前期が、追田第2機関区に配置された。加えて、昭和41年度第1次債務で77から84号機が製造された。新越本線長岡地区無塩化及び、長野原宣伝科開業用である。 前期が稲沢第二機関区に配置された。運転取扱い規定の変更により、尾頭周りの形状が見直され、抵抗バーニア制御機を CS29 に変更している。また、入れ替え時に背の高い誘導係に対応するため、手掛けが髪型に20センチメートルほど延長され、機関主側のスカート部分に足掛け用の切り欠きが設けられた。四次車 EF6587 昭和43年度第四次債務で85から104号機が製造された。新越本線直越、区内間電化開業用、阿光線電化開業用である。85から102号機は岡山機関区に、103.104号機は稲沢第二機関区に配置された。3次車以前と比べて、以下の大きな変化が見られる。5次車。 EF65116 昭和43年度第5次債務で105から1 2 5機が製造された。東海道、山陽本線貨物、荷物列車増発用、山陽本線瀬の八本松間補起増強や東北、新越方面の貨物列車増発用である。全車が稲沢第二機関区に配置された。四次車との大きな違いは見られない。六次車。 昭和44年度第3次債務で121から132号機が、同年第5次債務で133から135号機が製造された。121から1 3 5号機は広島機関区に、131から135号機は岡山機関区に配置された。運転台前面ガラスに熱線入りガラスを採用し、前面でフロスタに変更され、 ワイパーも協力系の WP50 とされた。また、一人乗務に備えて EB 装置、手装置の設置がなされた。高速旅客列車券引用として、1965年から1966年に17両が製造され、1968年に基本番台からが改造竣工された。P 型は旅客を表すパッセンジャーの頭文字に由来する。 従来は20系寝台特急列車系引用として EF60 系500番台を使用していたが、同形式は定格速度が低く高速運転主体の寝台特急運用に不適当であったことと、寝台特急列車の時速 110km への速度、向上計画が浮上し、EF60 系500番台がそれに対応できないため、 定格速度の高い本形式基本番台の設計を元に EF60 系500番台と同様の20系客車牽引用装備を搭載した本番台が設計された。塗色は直流機標準の青15号とクリーム1号ながら EF60 系500番台と同様に特急色と呼ばれる20系客車と衣装を合わせた塗り分けを採用した。 両端面の窓周りを含んだ上部とそれを結ぶように上下にクリーム色の細体を配する。一時車 EF65501 昭和39年度第3次債務で501.502号機が製造された。中央宣伝化増発用を名目としている。なお、501号機は500番台では唯一1966年から1967年に かけてレバンダイと同じ一般塗装だった時期があり、その塗装で、新大特急を牽引していた。加えて、昭和39年度第5次債務で503から512号機が製造された。東海道本線増発用を名目としている。ただし、実際には、新大特急牽引用として投入されたため、前期が東京機関区に配置された。 同時期製造のレバンダイ二次車と同様、抵抗バーニア制御機は CS25A である。二次車、昭和40年度、第二次民流で527から531号機が製造された。山陽本線、広島、畑体貨物列車完全無縁化用を名目としているが、一次車と同じく前期が東京機関区に配置された。抵抗バーニア制御機が、 CS25A から CS29 に変更されている。改造編入車両 EF655351968 年に、新大特急増発に伴う不足分を補うため、当時竣工したばかりの霊番台三次車のうち、昭和41年度第一次債務で製造された77から84号機が改造され、535から542号機として500番台。 P 型に編入された。稲沢第二機関区に所属する8両が浜松工場で1968年6月から9月にかけて改造され、改版後に東京機関区に配置された。主な改造項目を一家に示す。いずれも改造時点での500番台 P 型車の標準装備である EF65-520 の空気、貫付密着自動連結機高速貨物。 列車牽引用として、1965年から1966年に17両が製造された。牽引定数1000トンの貨物列車を時速100キロメートルで牽引する必要から、P 型を基本に、重連装活制御機能、空気管付き密着自動連結機、連結機の自動をまた新装置、編製増圧装置、電磁自動空気ブレーキへの指令機能などを追加した区分である。 F 型の故障は、貨物列車を表すフレートの頭文字に由来する。外観上、3本の空気管コックと3種の電気連結器が全面下部に設けられて、ホースやジャンパケーブルが装着され、さらに連結器も上部に自動また新装置を付加した空気管付き密着自動連結器であるため、スマートな P 型とは一変して複雑かつ物々しい印象となった。 このように任務も装備も P 型とは大きく異なる買い形だが製造にあたっては特に車番を分ける措置は取られず P 型と同じ500番台のくくりで連続して車番が振られたこのため P 型買い形とも車番が連続していない一次車 EF65514 章は39年度第5次債務で513から517号機が製造された 東海道本線などの貨物列車増発用を名目としている。全車が東京機関区に配置され、試運転を兼ねて P 型と共に寝台特急牽引に当たった。P 型、開花たちの二次車が登場した際に、水田第二機関区に転属している。例番台二次車と共通の CS25、A 帝コーバーニア制御機を搭載するが、境地制御機は、 CS26A に改良されている。二次車、昭和40年度、第二次民流で518から526号機が製造された。山陽本線、広島、畑釜貨物列車完全無塩化用を名目とし、追田第二機関区に配置された。加えて昭和40年度、第二次債務で532から534号機が製造された。同じく、山陽本線、 広島、破体釜貨物列車完全無塩化用を名目としている。雨水、人愛防止の観点から密着自動連結機上部のまた新装置にカバーが取り付けられたほか、抵抗バーニア制御機が CS25A から CS29 に532号機以降は、ブレーキ増圧回路が編成増圧仕様から短期増圧仕様に変更されている。一時車、 EF650001 旅客列車、貨物列車に後半に使用可能な汎用機として、1969年から1979年に、かけて8回に分け、合計139両が製造された。標準で、10連総括制御機能を備える。基本設計は、10連機能を備えていた500番台に順次、同番台の東北、上越線運用で問題となった点を改良した。 モデルである。このため、寒冷地での重連運用を考慮して前面には EF64 型と同様に貫通扉を設置し、運用上運転台の向きの天候が発生しても、重連運転に支障がないよう、凍結防止用ヒーターを付加した、K70HD ジャンパ連結器を左右に備える、両当たり構造としたことなどの点でた区分と異なる。ただし、 10連総括制御機能は備えるものの、買い形に装備されていた1万系高速貨車対応の空気、缶付密着自動連結機ではなく、通常の波形自動連結機が装備され、自動また新装置も省略されている。1エンド側の車体素ス,ステップを切り欠くようにして、K70HD ジャンパ連結機収めを備える。P 型、買い形の機能を併設するとされ、 pf 型と呼ばれる。図色は500番台と同様の特急色であるが、全面のステンレス製飾り帯は取り付けられていない。制御機は全車 CS29 であるが、改良によってサフィックスが異なる。製造期間が足掛け10年にわたり、また途中で増備が途絶えた期間があったことなどから、1972年までに製造された前期形と、1976年、 以降に製造された後期型で、外観上大きな異がある。一時車、昭和43年度第5次債務で背に1から1017号機が製造された。東海道、山陽本線の貨物増発を名目としているが、実際には F 型の代替として、東北本線、上越線に投入され、開花たちが東海道、山陽本線の貨物増発用として転出することとなった。 そのため、前期が新鶴見機関区に配置された。例番台五次車に合わせ、抵抗バーニア制御機は CS29A であるが、堺次制御機は CS26C に改良されている。F 型での運用不具合が多かった東北本線での10連高速貨物列車の代替用として投入されたため、上越線運用では事実上必須の、つららぎりを未装着で進行している。 二次車新大特急、アけぼのを牽引する EF651018 昭和44年度民有車用として1018号機が、昭和44年度、第二次債務で1019から1022号機が、製造された。1018号機は新空港建設資材輸送用、1019から1022号機は万博輸送用、クレ電化用である。千十八号機は新鶴見機関区に、 1019から1022号機は広島機関区に配置され、万博輸送後は貨物列車用として使用された。カニ22系のパンタグラフスイッチが撤去され、一人乗務に備えて EB 装置、手装置の設置、記録式速度計の追加がなされた。また、製造時から運転台前面窓と全消灯のつらら切りを備えている。三次車。 オリエントエクスプレス88を牽引する e a f 6 5 0 2 9昭和44年度第3次債務で1023から1031号機が、昭和44年度第4次債務で1032から1039号機が、製造された。呉線電化、高島線電化、特急客車列車増発、東北本線、高崎線貨物列車増発、ノ延線機関車形式改善用である。 1023から1025号機が下関運転所、1026から1028号機が新鶴見機関区、1029から1031号機が宇都宮運転所に配置された。貫通扉下側のステップの長さが手すりの内側まで短縮された以外に二次車との大きな違いは見られない。四次車。 e f 6 5 0 4 1昭和46年度本予算で1040から1049号機が製造された。飯田線の形式改善と東北本線の増発を名目としているが、実際には東北本線の貨物列車増発が狙いであり、1040から1048号機が宇都宮運転所に、1049号機が下関運転所に配置された。なお、 1049号機の下関運転所所属は、寝台列車増発による暫定処置であり、1972年10月には1049号機も、宇都宮運転所に移籍している。三次車以前と比べて、以下の大きな変化が見られる。五次車 EF651052 画像は、パンタグラフ交換後、昭和46年度第三次債務で1050から1055号機が、 製造された。採用本線における波動輸送用を目的とし、前期が下関機関区に配置された。軽電機の変更に伴い、抵抗バーバア制御機が CS29 バイトから CS29C に変更された。また、スカートの変更によって、K59 ジャンパ線跡の穴が塞がれている。6次車 e f 6 5 0 7 2後年に、 常用減圧促進改造が施されたため、ナンバープレートの字色が赤色に変更されている。約4年ぶりに EF65 の増備が再開された。昭和50年度第3次債務で1056から1068号機が、昭和51年度第1次債務で1069から1091号機が製造された。首都圏の休憩電気機関車置き換えを目的とし、 前期が新鶴見機関区に配置された。五次車製造から時間が空いたことから、多くの変更点がある。七次車 e f 6 5 1 0 4画像の車両は、後年にスノープラウが設置された。昭和52年度第一次債務で1092から1118号機が製造された。規制本線電化開業及び休憩電気、機関車置き換えを名目としているが、 実際は500番台置き換えのためである。1092から1095号機の4両が下関運転所、1096から1116号機の21両が新大特急建用として東京機関区に1117.1118号機の2両が新鶴見機関区に配置された。運転台窓ガラスが5ミリメートル厚の強化ガラスに変更されたほか、 重連や管理地での運用がないために、東京区、下関所配置者は配置直後に保守合理化のため、スノープラウや、汽笛カバーやホース類が外された。砂巻管のヒーターの配線カットを行っているが、砂巻管ヒーターの本体とつらら切りは引き続き、装着されている。一方、新鶴見区配置者は、損置されていた。八次車 EF65-1137 昭和53年度第一次債務で1119から1139号機が製造された。関西圏で寝台列車を経営していた EF58 系の老朽取り替え用である。1119から1128号機が下関運転所に1129から1139号機が宮原機関区に配置された。 関西九州間の寝台列車牽引を目的としていたため、体感対策設備の一部である、スノープラウ、汽笛カバー、砂巻管ヒーター、主電動機用歯車箱の防雪応いを省略した。さらにこれまでの使用実績から、主電動機を MT52 バイトに、平機を LA16 に変更した。加えて、亀裂防止の観点から、大車枠は溶接が強化され、 台車に取り付けられたオイルダンパーが接損した際に車両外側に飛び出すのを防ぐためアイボルトの取り付け方向が90度変更された JR 貨物所有機のナンバープレートの色について車体前面の機関紙側と車体側面の中央には車体ナンバーが記されており1056号機以降はエッチングプレート式となっているプレートの色は 車体塗装に合わせて前面がクリーム色、側面が紺色であったが、後天的な改造により変更が発生した。国鉄分割民営後、常用減圧促進改造を施行した車両のプレートが、非施行者と区別するために赤色に塗装された。常用減圧促進改造施行と前後して、新鶴見機関区所属者を中心に、プレートが青色に変更された。 また、2000年以降、JR 西日本から JR 貨物に移籍した車両の一部が同様に変更された例がある。さらに、2012年6月以降、保安装置の関係から車体番号の変更が行われたが、この際に常用減圧促進改造非試行車のナンバープレートが青色に統一された。ただし、一部は全般検査出場後にナンバープレートが 白色に変更された。旅客会社では、寝台列車の廃止で、運用範囲が縮小し、余剰による淘汰が進行している。JR 貨物では継続使用しつつも、保存車両である1 0 0 1を除き更新工事未施行の車両を淘汰した。2019年4月1日現在運用に関しては、運用推移を参照のこと。国鉄時代1965年には、 貨物列車像を発用としてレバンダイが運用を開始した。また、同年10月1日から e f 6 0系5 0 0番台と交代する形で500番台 P 型が東海道山陽本線における新大特急列車九州ブルトレ号往復と新大特急赤月の牽引機として運用を開始した。運用入りに際して同年8月25.26日には 営業列車を用いた試運転が行われた。1965年10月の検引開始時点では P 型が12両落成していたが所要機も12両であったために予備車が1両もなかった。そこで同時期に製造されていた開花たちを東京機関区に配置させて P 型と共通運用させたほか、例番台も予備として東京機関区に配置した。 それを解消するため、1966年3月25日ダイヤ改正に合わせて527から531号機が落成し、開花たちを追田第二機関区に転出させた。さらに、1968年10月ダイヤ改正での新大特急増発による所要機増加に対応するため、535から542号機が編入された。 1966年10月からは、デサ1万系の特急貨物列車、トビウオ、銀輪の牽引に、開花たちが充当された。600トン以下の牽引定数の列車は、短期で600トン以上1000トンまでの牽引定数の列車は、当時の大型電気機関車には、珍しい重連運転で、それぞれ運用された。ただし、これはあくまでも EF66 型が落成するまでの、 つなぎ的な役割であった。1968年10月に EF66 軽量三車が登場、東海道東北、北海道ルートの特急貨物列車に充当された。あとは新鶴見機関区に配置され、新設された東北北海道間を結ぶ特急貨物列車の運用に充てられた。また EF15 型が牽引する急行貨物列車の運用にも充当され、 上越方面でも運用された。積雪地区での使用に際し、一部の車両につららぎり、ホイッスルカバースノープラウといった簡単な、大切体感装備が施され、顔つきが一段といかめしく変貌した。ただし、寒冷地運用では、貫通扉が設けられていないため、陶器の多設地域での10連運用の折り返し時に、一旦車外に出なくてはならないことや、 凍結防止用ヒーターなどの体感対雪装備が不十分でトラブルが多発したことジャンパ連結機栓樹がスカートに左右非対称の配置で搭載されているためデルタ線の通過などで車両の向きが変わる運用に重当しづらいなどといった難点が存在した1969年には東北本線の東北北海道輸送を担う旅客 貨物列車の上の方黒磯間の短い直流区間を経営する客家両用で汎用性の高い機関車として1000番台 PF 型が落成し新鶴見機関区に申請配置その後宇都宮運転所に集中配置され東北本線上越線での500番台開花たち運用を置き換えたついで旅客運用にも投入され 1970年7月1日より運転開始した寝台特急、明けぼのの上の黒磯間を1000番台、PF 型が牽引することとなった。これが本番台発の寝台特急牽引となった。また、P 型だけでは全て寝台列車牽引を賄えきれないことから、同時期から水星の牽引に下関運転所に配置されていた PF 型が使用された。 東京機関区への P 型増備による霊番台予備機の転出や F 型が新鶴見機関区に転入した影響により、霊番台は1970年までに東京機関区と新鶴見機関区の配置がなくなり、東海道、山陽本線を中心に山手貨物線、宇野線、阿光線、岡田線などで特急貨物列車 B 以下の貨物列車に使用されるようになった。 1972年3月15日ダイヤ改正では、貨物列車が多い山陽区間の深夜時間帯に、規格ダイヤが採用された。その影響で、赤月、水星、日本海でスピードダウンが行われ、EF58 型で、牽引可能となった。ただし、EF58 型に対して20軽客車に関して必須である。 MRP 追加工事を行う関係から、当初は P 型、PF 型に加えて、下関運転所配置の500番台開花たちも運用された。1972年10月2日以降、寝台特急牽員は EF58 型に置き換えられた。EF58 型を使用することによって、東京機関区の P 型は、仕業数に余裕ができ、加えて、 下関運転所で集中台車検査を行う間の代替機が必要であることから501から504号機が同年9月から10月にかけて下関運転所に転属し以前から同所に配置されていた PF 型とともに使用されたほか1975年3月改正までは関西発着列車も一部受け持ったまた東北本線で一往復だけ存在していた PF 型による重連統括運用は、牽引係数の見直しにより短期牽引とされた。1975年3月改正直前には、F 型の一部が、前原機関区に転属し、EF58 型と共に、寝台特急を牽引することがあった。1978年6月30日付で7号機が、自己廃車となったが、本形式発の廃車となった。 1978年7月28日からは、東京機関区、下関運転所に配置された、PF 型後期型による500番台、P 型の置き換えが行われ、同年10月のダイヤ改正までに、東京発着の寝台特急7列車16本の、検引を開始した。ついで、宮原機関区、下関運転所に配置された8次車では、関西圏で活躍していた。 EF58 型などの旧型機関車を置き換えることとなった。下関配置車は先行して配置されていた7次車と共通で、東京配置車の集中台車検査台待機として、東京発着列車にもヘッドマークを装着して使用されることがあった。寝台特急、桜を牽引する EF65-096-984 年2月1日ガイア改正では、 旅客、貨物運用双方で大きな変化が発生した。旅客運用に関しては夜行列車の再編が行われ、東北方面への旅客運用は、宇都宮運転所から田畑関区への移管が行われた。以下に牽引列車を示す。PF 型の投入によって運用を置き換えられた P 型、開花たちは貨物列車牽引運用に転用され、再び東海道。 山陽本線に復帰し、一般貨物列車の牽引に充当された。1985年3月14日、ダイヤ改正の際、桜、はやぶさ、みずほ、ふじ、あの東京下関間での牽引が EF66 型に置き換えられた。これは、はやぶさの編成中にロビーカーを増結して、牽引定数が増加し、 従来の EF65 型では牽引力が不足するための措置である。同時に、名門機関区として知られていた東京機関区、宮原機関区から車両配置がなくなり、それぞれ新鶴見機関区と吹田機関区に車両は転属となった。東京機関区が担当していた運用はそのまま新鶴見機関区が担当したが、原則として東京区から転属した車両が同区に、 常駐の上で使用され、台車検査と交番検査の際に新鶴見区に改装する対応を取った。宮原機関区の運用は新鶴見機関区と下関運転所に移管された。運用源によって余裕ができたため、一部が貨物列車検員機に転用された。東海道、山陽本線での旅客運用は5列車10本の牽引を担当するまでに縮小されたが、 東北方面での運用は、休行に列車4本が追加された。1986年11月には、国鉄分割民営化を見越して、以下のような車両配置替えが行われた。JR 発足後1987年の国鉄分割民営化では本形式は269両が、JR 東日本、JR 東海、JR 西日本、JR 貨物に継承された。 JR 東日本新大特急、出雲2号を牽引する EF65116、新大特急、瀬戸を牽引する EF65101、新大特急、出雲を牽引する EF65109、貨物列車を牽引する EF6511824、計客車を牽引する EF65106、定期運用は持っておらず、工事臨時列車や、 配給列車を牽引するほか、JR 貨物の機関車に不具合が生じた際には、貨物列車牽引に充当されることもある。分割民営火事から唯一高崎運転区に所属する501号機は、イベント列車の牽引にも頻繁に充当される。民営化当時の旅客運用を一家に示す。牽引区間は括弧内に示す。1988年3月イヤ改正で、 アケボノ1往復が廃止。1990年9月には、津軽が使用車種を583系に変更。アケボノ1往復が経路変更により上越、上越経由の取り組みとされた。1993年12月ダイヤ改正では、アケボノの牽引機が EF81 型に発行だは廃止となり、このダイヤ改正をもって、 上野駅発着列車での本形式の定期運用は見られなくなった。1997年には、ちくまが383経過、1998年には、出雲一往復と、セットが285経過され、四国への乗り入れ運用が消滅した。水星の稽引は、出雲の稽引機の間合い運用となっていたが、2000年に、水星と暁の平結運転開始に伴い、 下関乗り入れが消滅した。これら運用の減少により、1995年から2001年にかけて、初、中期、PF 型に当たる1011.1013から1030.1052053.1098,1099号機が廃車となり、1101.1116号機が JR 貨物に譲渡された。 その後しばらくは、出雲、銀河の牽引機として活躍したが、出雲は2006年3月ダイヤ改正で、銀河は2008年3月ダイヤ改正で廃止となった。ほぼ同時期、九州ブルトレの牽引機であった下関所属の EF66 型に不具合が生じた際には、ダイソーに当てられる場合もあった。両列車の廃止以降、JR 東日本の本形式は定期運用を持たない。 1990年頃、田バ運転所所属の初期、PF 型は、ATSP 保安装置の取り付けに伴い、テールライトが外はめ式に改造された。2005年秋頃から2007年12月まで、JR 貨物所有の EF65 型に、ATSPF 保安装置を取り付けるために、不足する機関車を補うため、501号機を含む、 数台が JR 貨物に貸し出され、貨物列車の牽引に当たった。2006年からは、冷房装置の設置工事が行われている。外見上の特徴として、平行き後部にグレーの台形をした箱状のものが乗っている。設置された車両を以下に示す。運用の減少に伴い、2006年から2008年にかけて1100.1108から1114号機が、 廃車となった。また、運用の見直しにより、2015年3月14日、改正で三両が余剰となり、1106.1107118 11号機が廃車となった。JR 東海、カートレイン名古屋を牽引する e f 6 5五0号ジョイフルトレイン、ユーロライナーの牽引や降臨などに充当された。民営は、名古屋南車両所に配置されていたが、後に、 静岡車両区に転属した。2005年にユーロライナーが消滅してからは、もっぱら降臨に重当されたが、2007年12月3日付で112号機が廃車となったことで、JR 東海所有分の本形式は消滅すると、ともに旅客会社が所有する例番台が消滅した。JR 西日本定期運用は持っておらず、 下関総合車両所に所属する10両のうち1両が岡山電車区に、4両が阿保市総合車両所宮原支所と水田総合車両所、京都市所に常駐しており、工事臨時列車や阿保市総合車両所や下関総合車両所などへの入場列車の牽引、団体列車を牽引している。なお、ATSP 保安装置を搭載している機関車は5両で、あり、 京阪新地区に貸し出される機関車は限られる。うち1124号機は2015年11月に、トワイライトエクスプレス色に塗装変更されている。東海道、山陽本線での運用が主体であるが、湖西線を経由して、北陸本線鶴ヶ駅や山岳区間である、白尾線新見駅までのほか、本守備山線を経由して、JR 四国予算線高松駅や、 土産線琴平駅までの入線実績がある。全車が下関運転所に配置されていたが、123号機のみ1988年に岡山運転区に転属した民営化当時の旅客運用を一家に示す。牽引区間は括弧内に示す。このほか東海道、山陽本線での臨時列車や降臨牽引を主としていた。 2000年3月11日のダイヤ改正では、赤月が、新大特急、水星と並結するに伴って、牽引機を e f 6 6型に変更した。2005年10月1日ダイヤ改正では、那覇が、赤月と並結の上、牽引機が e f 6 6型に変更され、定期運用を失った。ただしダイヤ改正後も、EEF65 型を、 下関運転所から関西などに送り込む際には、那覇、暁の牽引機として使用されることもあった。その後も、ムーンライト山陽、ムーンライト九州、ムーンライト高知、ムーンライト松山などの臨時列車の牽引にあたることもあったが、近年運転されていない。運用の減少に伴い、2000年から2007年に、 かけて1121から1123.1127、1129.1136号機が JR 貨物に売却された。また、2002年には123号機が、2008年には1125号機が廃車となっている。下関総合車両所に所属する車両の特徴として、検査入場の際に下回りをグレーに塗装すると同時に、 貫通扉上部のわずかな青塗装を省略及びけ、70ジャンパ連結器納めを青塗装したものが見られる。これは、機密性確保の観点から、貫通扉のみをステンレス製のものに交換したためであり、よく見ると青とクリームの境目が一直線になっておらず、下のクリームが少し上に突き出しているのがわかる。なお、1135号機は2016年3月に、 全般検査から出場した際、貫通扉上部の青塗装を省略せずに出場したことが確認されている。2009年11月から2010年9月にかけて、映像音声記録装置の取り付けが全社に対して、2010年6月から9月にかけて、ATSP 保安装置の取り付けが5両に対して、下関総合車両所で施行された。また2015年より、 テールランプのレンズが順次、クリアレンズに交換され、2016年3月をもって全社への施行が完了した。JR 貨物2013年3月のダイヤ改正現在、東北本線、高崎線、鹿島線に加えて、岡山運用として、東海道、山陽本線岡山伊東と予算線において、定期運用を有する。 分割民営化直後の1988年度には貨物列車増発に対して機関車が不足することから国鉄生産事業団から購入した車両16両が復活した。これにより稲沢機関区に所属する7両の PEF 型は新鶴見機関区に転出し稲沢機関区は霊番台のみ所属することとなった。1988年4月の瀬戸大橋。 開業により、新鶴見機関区所属機による岡山から、瀬戸大橋線を経由して高松までの運用された。EF66 系100番台の水田機関区申請配置に伴い PF 型は、新鶴見機関区に500番台は高崎機関区に集約された。EF66 系100番台のさらなる増備により、1991年には、 水田機関区と広島機関区から本形式の配置がなくなった。ほぼ同時期には延命を図る更新工事の施行が開始された。一方、1992年からは EF200 系量産車の投入が行われ、翌1993年には国鉄分割民営化後初となる廃車が発生した。1992年には 予算線貨物列車の経引に本形式を充当するため、新鶴見機関区から岡山機関区に PF 型7両が転属し、岡山機関区に初めて PF 型が配置された。1996年3月大夜改正に合わせて車両所属基地の集約が行われ、愛知機関区所属車両33両のうち20両が岡山機関区に7両が 高崎機関区へ転出した。残った保留車も1997年には配置がなくなり、本形式は高崎機関区、新鶴見機関区、岡山機関区の3区所に配置されるようになった。1998年以降 EF210 系、量産車が落成し、 2000年以降には JR 旅客会社で余剰となった PF 型の上等を受けて0.500番内を置き換える動きが活発化した。貨物列車を牽引する EF65 線401999年時点の運用範囲は高崎機関区が東北本線、高崎線、新鶴見機関区が関東圏と東海道、山陽本線を経由して四国まで。 岡山機関区が名古屋から下関を中心とした西日本エリアである。2002年12月のダイヤ改正では四国乗り入れ運用が岡山機関区担当に変更され、新鶴見機関区所属機関車による運用は追加信号上位等となった。2008年3月のダイヤ改正では JR 東日本管内での ATSP 保安装置使用開始によって、 高崎機関区に所属する0.500番台が運用を終了した。これにより JR 貨物所有の500番台は全車運用を離脱し廃車となった。0番台の一部は岡山機関区に転属し、同機関区は0番台が所属する唯一の機関区になった。2009年3月のダイヤ改正ではア200系の増備によって余裕が生じた。 EF64 型に置き換えられる形で、高崎機関区所属の本形式は運用を失い、同機関区から配置がなくなり、岡山機関区、新鶴見機関区に転属するものもあった。霊番台が唯一所属する岡山機関区も、新鶴見機関区への EF210 系投入で運用に余裕のできた PF 型が転入して置き換えが行われた。 2011年3月のダイヤ改正では、岡山機関区から本形式の配置がなくなり、新鶴見機関区に集中配置されることとなった。岡山機関区所属機のうち、ATSPF 保安装置を搭載する車両のみが、新鶴見機関区に転属し、搭載しない車両は運用から離脱している。この改正で0番台は運用から離脱し、1000番台、PF 型のみが運用されるようになった。 運用範囲も変更され、山陽本線を岡山伊勢には入線しなくなる一方、2008年3月以来となる東海道本線水田信号場前原間での定期運用が復活している。本節では JR 貨物所有機を中心に施行された様々な改造、仕様変更について記述する。JR 貨物が所有する EF65 型に対して、 全般検査2回分の延命、更新工事が大宮車両所と広島車両所、JR 西日本高取工場で行われた。0.500番台に対しては1989年から、1000番台に関しては1993年から施行された。1989年から施行された更新、A 工事の施行内容は以下の通りである。更新工事を施した機関車は、 未試行機と区別する必要性から車体塗装が変更されている。しかし2016年までに未試行機がすべて運用離脱、試行機のみの稼働となり、区別する必要がなくなったため、国鉄特急色に復帰するようにした。0.500番台ライトパープルをベースにディープブルーとスカイブルーで塗り分け、乗務員扉はカラシ色の JR 貨物標準色に改められた。 あとに、広島車両所で全般検査が行われた車両に関しては検査後も三色更新色を維持するが、大宮車両所で全般検査が施行された場合は、ライトパープルとディープブルーになっている。1000番台0.500番台と同様に三色更新色に、カラシ色の乗務員扉とされ、更新工事後の全般検査で二色更新色に、カラシ色の扉というように、 車体塗装が区別された。しかし、2004年10月以降に施行された更新工事は、更新出場時点から二色更新色をまとっている。そのため三色塗装の更新期は年々減少し、2011年5月12日2058号機が、大宮車両所を二色更新色で、全県出場したのを最後に三色更新期は消滅した。 千万内岡山機関区配置機は、広島車両所で施行された。大宮車両所とは異なり、二色更新色だが、乗務員扉に加えて、貫通扉も、からし色という独自のデザインである。広島更新色と称することがある。また、初期に施行された1 8 1 0 1 0 1012.1031 10から1033号機は、ナンバープレートもからし色になっている。 更新工事の施行者は2009年4月現在、次の通りである。e f 6 5 0 7 2乗用ゲガーツ促進改造施行者 JR 貨物所有の一部の車両は、電磁球配便を併用せずに貨物列車制動時の空走距離を短縮させるため、自動空気ブレーキ系の常用ゲガー促進改造が施行されている。この改造は、 釣り合い空気ダめの容量を縮小した上で、膨張ダメ及び JB 中継弁の設置を行うものである。これは、後期5万系改造の時速 100km 運転対応者権威に対応するもので、改造当初はナンバープレートのジーを、側面は後期5万系25万番台の外部塗色に合わせた単力色、正面を青15号としたが、夜間作業等、 暗い時に判別がつきにくいため、当時試験塗装をまとっていた e e f 6 4 1十号機に習い、赤色で区別した。1991年から1992年にかけて39両に施行されたが、CLE 電磁自動空気ブレーキを装備し、時速 110km 運転が可能な国旗100、経過車の量産開始後、国旗25万で蘇生された編成は、 国企100系への置き換えが進み、機関車も EF66 型に置き換えられたため、限定資業を解除された、改造試行機は、非改造機と共通の運用に充当されている。改造工事の試行機は次の通りである。EF65-2121 保安装置区別、改版車 EF65-2101 保安装置区別、改版車国土交通省の鉄道に関する。 技術上の基準を定める省令によって、時速 100km を超える運転を行う車両には、新たな保安装置の搭載が義務付けられた。この有無による、JR 旅客会社と JR 貨物が所有する本形式の最高速度の相違を区別するために、2012年5月から JR 貨物所有の本形式に対して、車両番号が元番号2000を加算する措置が取られている。 前述の常用下圧促進改造を施行された車両は赤色プレートの上に切り抜き文字を、それ以外の車両はディープブルー色プレートの上に切り抜き文字を貼り付けている。ただし2119.2121号21機は、階板前のものに近い鮮やかな青色プレートの上に切り抜き文字となっている。切り抜き文字はすべて金色である。 更新工事未試行者で開盤が行われたのは2077.21192121号機のみである。一方、0番台はすでに全廃され、500番台は JR、貨物所属機がすべて運用離脱しているため開盤の対象とならなかった。赤色プレート以外の更新工事試行機は、開盤時ディープブルー色プレートに統一されたが、 2094は2015年9月の全般検査時に、海盤前と同色の白色プレートに変更された。文字色は金色のままである。海盤工事の試行期は次の通りである。EF6702 と EF65128 本節では、様々な色に塗装変更された車両について、旅客会社所属機の塗装変更。 JR 貨物所属機の塗装変更の小説に分けて記述する。JR 東海は、ユーロライナー色、JR 西日本は、ユーユーサロン岡山、ユーユーサロン岡山専用機、トワイライトエクスプレス塗装、JR 東日本は、スーパーエクスプレスレインボー塗装へそれぞれ変更となった。JR 東海、ユーロライナー職員 F6505、 ユーロライナー専用機 JR 西日本、ユーサロン岡山、ユーサロン岡山 JR 東日本、スーパーエクスプレスレインボー塗装 JR 西日本、トワイライトエクスプレス塗装、特別なトワイライトエクスプレス専用の EF65124 レイバンダイの4機が、茶色塗装、0.1000バンダイの計4機が、貨物試験塗装に変更された。可動機では、 広島車両所更新職が2000番台で1機ある。茶色塗装貨物試験塗装広島車両所、更新職 EF65-2127、広島車両所更新職 EF65-2065、JR 貨物所属の EF65-2000 番台は、2016年までに更新工事施工機のみの稼働となったため、2016年4月に、かつての都職であった。 国鉄特急職に復帰するようにした。復帰第1号は、貨物2色更新職であった2139号機で、同年5月の大宮車両所での一般公開時に EF652139 国鉄職復活大宮車両所新鶴見機関区のヘッドマークを取り付けて展示された。同期は JR マークが貼り付けられておらず、また、 2000番台への改番時は赤プレート、金文字であったナンバープレートが赤プレート、銀文字になるなどより国鉄時代に近づけている。同期以降2117.20852050.21272057.20602063号機までは再び更新色で出場したが2017年10月出場の2065号機からは 本格的に国鉄特急色化が始まった。これは前日のようになったことで未更新機特別する必要がなくなったためと、更新機の塗装が国鉄特急色に比べ配色が多いため、作業工程が煩雑となり、日数も増えと料代もかさむため、同塗装の復帰はこれらの問題の解消及び削減を目的としている。今後全般検査を受ける同景機は、 国鉄特急色に復帰する予定である。なお、2065号機以降に国鉄特急色化された同型機は、側面ナンバープレート上に JR マークが付き、屋根上のモニターが黒塗装となっている。また、2139.2065号機は、国鉄時代と同じフタル酸エナメル系塗料を使用していたが、フタル酸塗料は、 対応年数が4年程度で2から3年過ぎると色合いが変わることと民営化直後から採用され EEF200 系以降の新世紀や更新期で使用されていた耐光性に優れたハイテントップと呼ばれるアクリルシリコン樹脂系塗料が製造中止になったため2018年2月出場の2066号機以降から使用塗料を変更し V トップと呼ばれる アクリルウレタン樹脂系塗料が採用され、同期以降はこの塗料を使用している。復帰試行機は2020年6月現在で17機で、ある。保存機を生体保存機、戦闘部のみ、保存後解体、所在不明機に分けて下記に示す。なお、所在不明機は、特記事項がなければ確認できない車両である。生体保存機、e、F65-1 強と、 鉄道博物館 EF65520 薄水峠鉄道文化村 EF65535 大宮総合車両センター一般公開時 EF651001JR 貨物大宮車両所一般公開時解体所在不明記 EF6512JR 東海浜松工場一般公開時画像は現存時のものありがとうございます